おはようございます。シンムです。現在、4月の9日、あともう少しで、Nintendo 3DS と Wii U のオンラインサービスが終わるという時間です。ちょっと思い立って、大島行ってみよう。飛び盛りの大島行ってみようと思いまして、あんまり実は大島の経験ないんですけれど、深夜にこっそりと行きたいと思います。ところでおめえ、島では誰と過ごすんだ？知らない人と過ごすを選択します。やるに、0821ちゃん。じゃあ、連れてってやる前に一つ聞いておくけど、あ、ちなみにこの0821は、ジムの誕生日です。島で交流するのは、おめえと同じ、日本に住んでる会員同士でいいか？へえ、言葉の壁乗り越えられるんだ。え、インターナショナルが良くない？誰でも OK。じゃあ、準備するから、ちょっと待ってくんろ。え、これジムさ、当時やってたか全然覚えてないんだよね。いくつか直撮り動画も投稿したことはありますけれど、果たしてどんな出会いがあるのか、もうあと数時間で終わってしまうサービスの最後の旅に、出かけようと思います。カッピーさん、よろしくお願いします。最後のお仕事、うわ、出発進行、うわ、そして相変わらず直撮りで失礼いたします。あ、着いた。誰かいる。そしてまた誰かが到着したようですって言ってる。あ、なんかピクミン、待って、くちばしと目の色が一緒なんだけど、そんな奇跡あります？運命かもしれない。運命って書いてみよう。目とくちばしが一緒だなんて、こんなの運命でしかなくない？そしてコンなんかすごいお手軽な挨拶やな。文字数が限られているから、ちょっと簡素なコミュニケーションになるところが大島面白いかも。え、何それ？あ、くちばし？くちばしの絵文字嬉しい。何その表現、可愛いんだけど。目のさ、色とかもさ、全部一緒じゃない？目も一緒。あ、それ思っただってしかもニコちゃんマークついてる。え、嬉しい。しかもこの子もちゃんとさ、こう輪に入ってくれてる。可愛すぎる。回転しとこう。で、色も似てるよね。そうだよね。そうだよね、そうだよね。あ、可愛い。絵文字可愛い。やばい、テンション上がる。挟もうか。この子のこと。くちばしサンド。Thank you. 可愛い。え、なんかさ、この、大島だけの独特のコミュニケーションって、ありますよね。つつかれる。ツンツンツン。え、だって今知り合ったばかりのさ、全く見知らぬ人さ、こんなコミュニケーション取れるの、面白くない？え、草生やしとこう。これ今日終わっちゃうの？なんかもっと遊んどけばよかったって、なんか、初めての出会いでもう感じてしまった。ちょっとジム大島、初心者なんで、みんなこれ何してるんだろう。最後だから、徹夜して遊びに来てるんかな。ピクミンの頭とか、あつ森にも欲しいよね。あ、ちなみにジンムは、なぜか王冠をつけてます。くちばしも、バッチリとね、持っておりました。え、このカッピーのさ、家族とかもさ、あつ森にはね、あんまり登場しないから、アミーボカードで呼ばないと登場しないから、すごいなんか、レアだよね。結構、欲しいお土産があったらツアーに行ってメダルを集めてきんさ。あ、でも32枚あるってことは、ちょっとやったことあるんかな。そこに立っとるうちの嫁に言うたらツアーに参加できるからな。この子はククだって。ククはお店屋さんごっこしてるんだべ。なんかウリちゃんと同じ名前。ククがお客さんなの。あれ、ジムが売る側？あ、そうなんや。今度は黒髪パーツ。え、かわいい。めちゃかわ。なんか今度は寂しいからコンチにしようかな。コンチ、新しいスタイルを築いていく。あ、こんばんはって。え、めちゃめちゃおしゃれさんだね。もう一人来れるんだ。4人いけるね。わー、すごい。なんかウェディング着てる。え、かわいい。目の色また一緒だ。コンチあれ、この人、さっき、コンって言っとったんで、急にコンチになったぞって思われてる気がする。え、女の子4人で、勢揃いや。みんなそれぞれのファッション、決まっとるね。しかも結構アイテムのディティール、細かいね。あれ、でもなんかちょっと、話すことなくて気まずくなってる。どんなコミュニケーション取ったらいいんだろう。あれ。帰っちゃう。気まずい。みんなは最後だから来てるのって聞いてみた。どうなんだろう。文章をさ、打てる文字数少ないからさ、すごい敬語使わなくてラフなコミュニケーションが最初からできる。そうだよってうんうんってしてる。寂しいね。ずっとやってたんって聞いてみよう。小学生だったのに終わるの悲しい。あ、え、小学生の頃からやってたってこと？わー、すごい。ずっと遊んでたのって聞いてみよう。あつ森やらずに、飛び盛りガチでやったりするかな。ちなみにリアクションも取ることができる。あ、泣ける？いいね。あ、結構やってたらって。8歳
歳の時から？すごー。まあ、ちょっとジムが何歳の時にやってたかは言えないんだけど、すごーって言っとこう。すごーい。プロだわ。幼い頃から、今はつもり？なんか初対面の方としっぽりとしたトークしてる。大島ってこういう感じで合ってる？あ、でも今、うんうんってしたね。あつ森やってる。飛び森、楽しい。楽しい？あ、楽しいね。この5時もまた可愛いね。自分もあつ森してます。アピール。なんかちょっと語尾強いかな。あ、優しい。おう、優しい。この絶妙な相槌。優しい世界。え、これもう消えちゃうんだよ。寂しい。あ、やばい。会話が続かない。すごい、この子がずっと見てる。ククちゃんがずっと見てる。好きな住民とかいますって、さくらさんが話題振ってくれた。え、めちゃめちゃ嬉しい。じゃあね、この島にも住んでいる、ゆきみ、アピールしとこう。あ、え、もんぺちゃん好きなの？ジムももんぺちゃんも好き。もんぺちゃんも好き。アピールしとこう。さくらさんは？このさ、なぜかククちゃんを囲んで話す3人。囲んでる図が面白いんだけど。スピーカー、おー、リスやん。お、欲張っていくぞ。保つ。保つ。いいよね。好きだよ。好き。保つもね、今、あつ森の離島ツアーで初めて会った住民さんだからね。わかりすぎ。なんかすごい本当に女子トークしてる気分。なんだこの空間。話せて嬉しい。ありがとうです。もうラフに敬語。使わん方がいいコミュニケーション取れそう、これ。なるほどね。恩島理解した。終了数時間前に。完全に理解した。またどこかで会いましょう。ありがとうございました。お邪魔しました。あれどうやって帰るんだろう。けいこさんに帰りたいと頼んだら一旦帰りました。新しい島着いた。あ、誰かいる。しかも可愛い。このリボンの髪型昔好きだったな。これ可愛いよね。こんち、あ、こんばんはって。キララさん可愛すぎる。お、なんか座った。これ座るとなんか遊びに行けるんだっけ。でも二人しかいないもんね。もう一人来た。わあ、なんか海賊みたいな人来た。早速コンでしょ。コン、コンって言うんじゃないの。コンがもらえる。もらえない。はーい。だって、これ海外の方かな。はい、海外ネキかな。海外ネキ、海外ネキで伝わるんか知らんけど、海外ネキ。いや、これちょっと変だったかな。勢いに任せて聞いちゃった。あ、笑われた。伝わらないよね。ごめんね。こういう時は、リアクションね。なんとか、挽回。惚れてる風にする。ダメだ。もう完全に距離感が暴れてる。ここで二人でちょっと一緒に、海外に来らしき方に惚れてるという設定。やばい。もう完全にキララさんとは意思疎通ができている。さあ、どんな反応してくれるかな。もう一回。はい。コミュニケーションって、難しいですね。でも、それが、こう、拙いコミュニケーションが許される。あ、はいって返してくれた。I'm sleepy. あー、眠いって言ってる。me too って言っとこう。me too。 キララさんも me too している。ラストデイ楽しんでる。楽しんでる。もう英語にもなってない単語だけど、多分これで伝わるでしょう。 I can't miss this ぞ。わからんけど、とりあえず、おうって言っとこう。私はジャパニーズって言ってみよう。あなたはって。ナイス。あ、ナイス言われた。コリアン、お、韓国。アニョハセヨ。わー、コミュニケーションできてる。I'm so sleepy。めっちゃ眠い言ってる。眠いなら寝なさい。すごい、ずっと暴れている。グッドナイトって打とうとすると、ゴーナイトになっちゃう。でも頑張ってこの下のところでね、入力してるんだけど、なんか、英語変化うまくいかなくなっちゃった。グッナイ。びっくりマーク打つのめんどくさいから、謎の赤面。謎の赤面をしてしまうんだけど、これびっくりマークのつもりで使ってます。 OK, this is last time. おー、最後。じゃあ最後だから good luck しようか。 good luck bye。 あ、かわいい絵文字。 bye it's sad that。 あ、寂しい言ってる。待って、そうやな、サービス終わっちゃうの寂しいやんな。ほんまにほんまに。 I'm so lonely。 あー、寂しい。入ろうとしたけどなんか寂しくなっちゃった。あー、寂しい。なんだ大島、こんな魅力が。 Thanks for being here。 あ、ここに友達ってくれてありがとうって言ってくれてる。 For the last time。 こちらこそだよ。ありがとう。こちらこそ。え、いいね、こういうなんかコミュニケーション。あ、グッドラック返してくれた。ありがとう。最後、お、なんかいる。え、待って、今モンハンの仮面つけてた気がする。あー、コンコン、コンチ。え、みんな結構独特な衣装してる。なんならこのモンハンの方、パジャマ着てるじゃん。え、寝起きですか。うわー、すごい。アイルかな。あれ、どっか行っちゃった。みんなで外行く。わお、外も楽しい。あ、待って、なんか、え、
何？急になんか、ダイオウグソクムシ持ってるんだけど、なんで？なんでな？なんか今落ちた。え？どういうこと？ダイオウグソクムシ、ダイオウグソクムシ苦手なんですけれど、なんで今の瞬間取れたんですかね？わけがわからないよ。どういうこと？うん。あ、ニューメンバー来た。ご飯美味しかった。いいね。ごちそうさま。なんためたん。あ、4人揃った。なんためで伝わる。あ、でも島の BGM とかめっちゃいいな。さっきのはバグかな。え、卵かけご飯？あ、また落ちた。海ぶどう取れた。なんか泳いでる風になってるよね。わー、ちょっと、なぜか落ちて気づかなかったけど。え、まずそう。え、絶対うまい。え、なんか両極端の意見が割れてんだけど。この時間お腹すくよね。すく。めっちゃお腹鳴る。お腹鳴る。でもさっき食べたからわからない。おい、ケーキ食べてます。おいおい、親の誕生日だからケーキ？あ、ケーキだ。あ、すごい。ちゃんとケーキ持ってる。しかもウェディングケーキだ。おー、激アツ。え、しかもケーキ2つ持ってるの？ウェディングケーキ2つもあるんだけれど。これは何？ハグ。ケーキなんとかって書いてある。ケーキケース。なんでこの方、そんな話題に沿ってさ、バースデーケーキ。え、なんでこんなにいっぱいケーキ持ってるの？確かに結婚しますかって準備できてるよね。ウェディングドレス着てるもんね。あ、食べてる。行動早い。待って、じゃあ1個いただこうかな、せっかくだから。チョコレートケーキだって。拾える？あ、いただきます。いいのかな？あれ、なんかキノコ落ちてるし。ジムも何も持ってない。なにそれ？でかすごー。え、なんか、みんなノリがいい。え、さっきもらったさ、やつさ、食べていい？とりあえずケーキ食べるわ。むしゃむしゃむしゃ。ありがとう。あー、めちゃめちゃ甘くてとろけてる。美味しい。わあ、でかくなってる。え、これジムもでかくなっていいのかな？一つもらおう。え、いいの？いいの？なんでみんなこんなに水入れくれるの？ありがとう。もらっていい？え、でかくなってる。え、チーター並みに出てくるキノコ？これレアな？わあ、でかくなれた。え、これチーターな？どう見ても。え、悪い人なの？え、違うかもって言われてるよ。違わないかも。え、待ってー。わかんない。まあ、写真する今となっては。いや、チーター良くないけどね。良くないけど。あ、でもみんな同じ友達だけどね。むしろ求めてる人。え、そうなの？待って、ちょっと文化わかんない。私、YouTuber って言ってみようかな。私、YouTuber。あ、なんか YouTuber になっちゃったけど、これは、良くないこと？いいこと？ダメですからね。ちゃんと楽しくゲームしましょうね。食べちゃったよ、キノコも、ケーキも。YouTuber 多い。そうなんだ。せっかくなら写真撮りたいね。え、なに？みんなでお揃いで撮りたい？え、モグロ、3年ぶりっす。いや、なになに？潜るって何これ？なんで急に潜るの？なんか伊勢海老撮ったんだけど。待って、意味わかんない。あー、時代に追いつけないよ。え？これバグですか？なんかまた潜ってる。コトブシって何？コトブキではなく？しかも 0.0 メートルだし。どういうこと？これバグです？エビという名の虚無を撮ってるのこれ。ねえ、追いつけないんだけど。どういうこと？どういうこと？ん？何？今度はなんか、え？また、今度はトンボ、虚無のトンボ取ったってこと？どういうこと？どういうこと？あ、セミの抜け殻。ナイス、セミ抜け。ジム結構文字打つの早い自信あったのにさ。この周りのみんなの方も文字打つスピード早すぎて、何も追いつけないんだけど、マジで虫のコンプむずくて、いやむずいよね。虫むず、わかる。風景のやつ家に飾り上がったのみ。あれか、のみを、取ってあげて、ちょうだいって言われたやつか。そのパティーンな。そんな趣味が。のみおるね。嫌やな。なんかみんなノリ良いし、早い。文字打つスピード早すぎるんだけど、検索でケーキ出てきたやつ。え？全部出してるよね。だよね。そういうこと？こんな悪いことできるんですね。よくないですね。これカブトガニですよ。カブトガニが欲しい。いや、それ伊勢海老やんな。カブトガニ？ジムダイオウムゾクムシならいるけど。いやー。持つのもちょっと嫌だけどね。どう？いる？これ。うわー、ちょっと動いてるし。お気持ちが悪いございますね、これね。ひえ、ダンゴムシやちゃうわ。ダイオウグソクムシや。頑張って持ってるに。ちゃうわ。何このツッコミとボケのオンパレード。念願のカブトムシだよ。おー、やったじゃん。待って、話がついてくれない。何が起きてるの？この世界。撮ったの？今。これがカブトムシか。すげえな。今のはカブトムシな気がするけど。持ってたやん。最初から。
カブトムシじゃなくて、カブトガニ、カブトムシが欲しいの。カブトムシなんかその辺にいる気がするけどね。カブトムシが欲しい言ってるわ。何？もう草生やすことしかできないんだけど。だんだん S 入っちゃったし。チーターさんは相変わらずなんかどんどんなんか出してるし。ローマ兵のカブトは、このカブトで検索してなんか物を出してるのか。カブトチア。何それ？そんなアイテムある？ほらほらほら。カブト全部出さないの。これがチーターってやつか。いやー、なるほどね。よくないけど勉強しましたね。汚いこの辺。出してもらったけど、やっぱりバッチリだよね。チート良くないと思います。あ、逃がしてるし。せっかく戻ったカブトガニ。あー、貴様。海に帰りました。僕らも、恩島のない世界に帰らないといけないのですね。シクシク。うまいこと言うな。今日の上、行きましょう。悲しいこと言うなよ。みんな逃がしてる。逃がしとこ。なんか、バグっぽいしね。逃がす。バイバイ、セイミ。バイバイ、ダイオウグソクムシ。バイバイ、オニヤンマ。バイバイ、コトブシ。トコブシ。バイバイ、海ぶどう。さよなら。カブトガニ美味しいかもよ。そんなわけあるかい。まずいわい。食べてるし。え？今、カブ食べたよね。うわぁ、バグってる。許されざる。磯の味がしそう。食い寄った。お腹壊します。もう、チートができなくなります。覚悟せーい。ちゃんとね、叱っておいて。チートも今日で見納め。え、違うよって言ってるね。まあでもなんかちょっとゲームの末路みたいなところはあるかもな。やめとけ。ちゃんとちょっと大人として叱っておきましょう。ってなわけで。はい。何でしょうか。わがまま一ついいっすか。何でも来いや。なになに。全員たくさんの格好で写真撮りたいっす。これ。これ。私じゃダメですかって言ってみよう。私じゃダメ。持ってないもん。え、なになに？ナビルのお面。これナビルっていうのナイルじゃなくって。もうほら、すぐこうやって。すぐこうやって、もうすぐ出しちゃうんだから。ね、これ、青のパジャマズボン。じゃあ、しょうがないな。え、なんか泣いた。こんな泣き声とかも泣くんだ。終わったら捨てて帰るからね。わかった。あ、なんか髪の毛ボサボサにしてきた。もしかして、わざわざ。髪型まで、そんな簡単に変えれるの？すご。じゃあ、ひよこ卒業して。今、モンハンハマってるもんね。流行ってるもんね。うわぁ、パジャマになっちゃった。うぃ、一緒やん、髪型まで。え、何してんだろう、これ。ジム、こんなことしてていいのか。いいのか。これはいいのか。なんだろう、この写真。予想だよね。我に返ってみんな。おかしいよ、こんなの。こんなの絶対おかしいよ。ぽい。こんなの、おかしいよ。アヒルの反動です。そうです。アヒルです。私はアヒル。私は、そのままでいきたい。これはもう、置いとく。ぽいぽいぽい。わあ、捨てられた。ごめんね。ごめんね。でも、チートは良くないからね。カワウソ。カワウソじゃなくてカワウソ。さよならナビル。え、みんな、くちばしつけようよ。くちばしつけよう、くちばし。くちばし持てないの、みんな。人類にそんなものはありません。おーい人類になくてもひよこにはあるんだよ。だからみんなでつけようよ。くちばしを。我々はくちばし族。セイロー・マルタや笑えないから。笑えません。おいー、ちょっと待って、ツッコミが止まらん。あー、やったー、くちばしだー。ほらほらほら、みんな、みんなくちばしがこけーって言ってる。みんな、みんなくちばし、キモい言うな。もう、う、動け動け、のーあー、みんなついた。みんなかわいい、みんなかわいい。何してんだこれ、わけわかんないです。みんなくちばしつけてくれました。仲間が増えました。仲間、友達、来世はいい子にしてね。いい子にするんだぞ。チートは良くないからね。ダメです。なんでダメなん？ダメちゃうわ。来世は悪霊に生まれ変わる。ダメだ。なんで？あなた一番まともでしょ。そんな予定がある。なんで？ダメ。天使になってください。お子だよ。ノーセンキュー。お断れな。なんだこのメンツ。本当に。輪っかを出せってこと？いや、違います。違う。いや、もうあと6時間やんな。このチーターたちも、あと6時間の命。みんな暴れ出すのちょいおもろい。みんな抗ってるんだな。この世界に。な！一人一人、お亡くなりになっていく。あー、くちばしがなくなっていく。なんで？くちばし取ったら生き返るな。おい、やっぱ呪われてたんだ。違いますから、お返し申せ。まあでもね、チート相手は置いてこ。置いてくのが大事だけれど、捨てよ。え、でも、なんかそれは悲しくない？おい、くちばし大事にしろ。なんでジンムさん、
初対面の人にこんないじられてんだろう。全然知らない。自分のことも多分知らない方々になんかめちゃんこいじられまくっている。トイレのお時間です。え、トイレ？じゃあジムもトイレ。ふんふん。30秒？え、30秒でトイレ。ションベンさんも OK。トイレも好き？ふんふんとか言わないでください。ふん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 。おい、言ってるやん。なんかジム突っ込みでも悪くない。おいおいおい、汚い言葉使わないの。綺麗な言葉を使いましょう。綺麗な言葉使いなさい。もう、なんか先生やってる気分なんだけど。まったく、おふんふん、おい、おをつければいいってもんじゃない。もう、なんちゅう治安だ。まあでもこの世界ももう、5時間で終わると思うと切ないのか？切ないのか？どうなんだ？え、ふんふんの化石？もう、飛び盛りも丁寧な化石。丁寧な文章使いなさい。まったくもう、ふんふんとか言わないの。まあちょっとふんふん巻き散らしてんだけど、やめなさい。トイレな、トイレからシャット打つな。もう収集はつきません。ふんふんはちゃんとトイレしましょう。わかりましたか？わかりましたか？トイレでふんふんして。ふんはしません。なんで？たじゃまる？違う。ふんふん。ジムはその言葉走れないから、ふんふんで伝わらんの。困った。おトイレは新鮮な場所です。おー、それはわかる。場所ね、場所。ごじった。場所ね。そうだよ。それは同意。場所、別所。いや、別所って。いいのか。こんな終わり方でいいのか、オンジマ。初めて撮ってるのに。ゾウさんごめん。今はちょっと変な動画になったかも。あ、ふんふんちゃんと拾って偉い。掃除偉い。いいかい？いい子に生まれ変わるんだぞ。オンジマ終わったら。なん？もういい子だから、ふんふん漏れちゃうとか言ってるし、ダメですとか言ってるし、もう、ちゃんとね、ちゃんといい子になるんだよ。改便ちゃうのよ、もう。みんなで一緒に、いい子になります。宣言しなさい。あ、ツアーあり。ツアーかと思った。あ、なるほど。みんなで一緒にって言うと、ツアーの誘いに感じるんだ。いい子になって、ふんふん漏らします。おいおいもう、ちゃんといい子になるんだよ。ふんふんになります。ちゃうわもう、まったく、まあ大人になったらきっと分かってくれると信じて、頑張って、しつけしたいと思います。視聴者さんは絶対に、こんな悪いことはしてはいけませんからね。ルールを守ってしっかりと遊びましょう。飛び盛り写真やめてくれ。でもこんな悪い子でもこのゲームが好きなんだな。寂しくなるけど、いい子になって、またどこかで会おうね。もう深夜3時だよ。明日朝活あるのに、あつ森でふんふんします。おーい！もう、まあ、ふんふんはいいけどね、全然。トイレでしてね。トイレでね。またどこかで一緒にふんふんしようね。ちゃうわ！もう、トイレでしよう、トイレで。最高だよ、お前ら。いいね、いいんじゃないんだよ。たくさんあんま喋らんくせに、ちょいちょい肯定入れてくる。否定か肯定か。じゃあトイレでまた会おう。なんかゆっくり寝るんだよって、すごい子供のあやされてる気分。トイレで、また会おう。いや、トイレでまた会おうもちょっとおかしいけどな。意味わからん、約束しちゃった。また会えるよ。どこかのトイレで、きっと、ふんふん漏らすなよ。漏らすかー！なんだこのお別れ会。おめが言うな。ほんとだよ。みんなが言うな。バイバイ。あ、でも、別れはちゃんと言ってくれるんだね。え、さらばだ。元気でな。わあ、寂しい。またいつかどこかで。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。